はい、こんにちは、サルウィンです。シャドーバースの実況をしていきたいと思います。はい、こちら、ババーン。女の子のことで、父はいたし、シャドーバース。はい、というわけで15周目ですね。いやー、プレミのひどい、とてもプレミがひどい、サルウィンです。どうもどうも。いやー、ひどいなさっきの試合、ワンチャンあったでしょうね。いやあ、あったなあ。ノロちゃん、なんで出した？出したかったんだよね。わかるけど。いや、蒸気アルケミストからレミナミちゃん進化してれば、全然まだなんとでもなったな。構え強かったし、結構。やらかした。いやあ、今のは恥ずかしいやつ。恥ずかしい。ほんとしっかりやろ。ほんとに。やばいですよ。ほんとにね。ちゃんとやっていかないと。やばい。てか、連敗してるな。大嵐のドラゴン、風が吹き嵐となる、そしてレプの背中からなんとかかんとか。いやーマジでやってるね。ちょっとドラゴンいいでしょ。手加減なしよ、本気でいくわ。まあ、さっきとは違う人でしょうけど、家族を守るためにちょっとリベンジ戦とさせていただきますか。ってか事故るなよ。うわー、てかほんと先行率無駄にいいんだよな。うわ、もうやーべー。なんか引こう、なんか引こう。てかさっきの試合とか結構引き悪くなかったんだ。いいね、まだいいよ、許せるよ、ありがとう。全部上からよろしくね。トップから解決していこう。トップよろしくな。はい、よろしくです。全部トップから解決だ。トップから、まあいいでしょう、まあまあいいでしょう、まあ全然やれる、まだやれる。さあ次もトップから解決だ。何らかのアクションを取っていこう。毎ターン何らかのアクションを取っていきたい。はい、すいませんでした。まあでもまあむしろ2ターンでいっただけでもまだマシ。いやー、相手が着実に PP ブーストしていく。おい、あの形じゃん。ってことはリュウミコの儀式を潰すために編成は握っておきたいぞ。編成の術式じゃなくて、なんだっけ、編成の魔術は握っとかないと。リュウミコ潰さないと負けるぞこれ。リュウミコを置かれたくない。ああ、まあいいでしょう。全然いいでしょう。いやー、編成に切れないか。あんまりいじめないでね。これで決めるわ。あたしとレミを傷つけるやつは、神様だって許しゃしない。かっこいいね、このなんか。なんやろ、右大臣、左大臣じゃないけど、なんつうんだこれ。側近の右と左に構える、この感じ。いいですね、レミナミちゃんの。おお、まあいいっすよ、ワンパンで落ちないですからね。ああ、なるほど。まあ、ミッセージが捨てられずに撃つんだったら、まあいいんじゃねえって感じ。ここはあれが欲しかったね、ゴールデンプロテクションで一気に打点上げたかったな。まあ、そんな都合よくいかねえか。覚悟はいいかしら。早々にゲリつけなきゃいけねえかな。ここはもういい。だって打点だ。この薬を飲みなよ。ケツが硬いのは重要。さてと、決められるか。相手がやる。超絶かわいいヒーナちゃんにお任せってね。これで決める。いるところ、笑顔と勝利ありよ。飛び込みつけたごめん。ブラシャあー出た、サラマンダーブレス。あれ軽いのか、基本は。さてと、肉体労働は苦手だな。さあどうする。ののちゃん違うな、ののちゃんじゃねえな、ここ。たまには絶対もあるよね。さーて決めに行きたいが、あーちょっときついか。出たー、回復カードいいよな、お手軽で。なんだかなり優秀。倒せないぜ。覚悟はいいか。あ、倒せまい。ピカピカ全部もらうのね。そんな、まあそうだろうな。肉体労働は苦
当だな。ここはののちゃんで、それでゴールデンプロテクションで決めに行くか、ありなんじゃないか。あ、またやらかした。またやらかしたぞ、俺。すぐやらかすな。まあでもしょうがねえよな。雄大やったところでだもんな。破砕打つにはまだちょっと微妙だし。一気に駆け抜けるよ。いや全然いいですけど。ああ、これそこだよしね。はいはい。てかあれか、龍巫女じゃねえのか。終わりだ。これ龍巫女型だと思ったのにな。私たちならきっと超えられるよね。そんな、ダメ。フラジオと、ここは破砕のターン。肉体労働は安定だな。で、雄大を取って、ああ、じゃあキャラクミスター偉い。さてと、どうしよっかな、これ。これな、バハムートとかバーンとか相手に来るから怖えんだよな。どんだけミス筋打ってんだよ。てか、ユーミコじゃねえのかな、ってよくわかんねえ。ゴールドプロテクション打って、どうだろうな、これ。あ、先に出んのかよ。マジか。肉体労働は必要だな。聞いてねえわ。マジか、先なのかよ。この薬を飲みなよ。もうやだこのゲーム。なんか全然システム把握できてんだけど。マジか。もう何なんだろうな。先に出すのか。さて、やっつけちゃおうかな。わあ、来るか。やっつけちゃおうかな。出た。さて、やっつけちゃおうかな。どうだろう。ね、アルトの運命でしょ。死んだか。ほーら、行くよ。ほーら、行くよ。ほーら、行くよ。すごいよね、この感じ。なんでみんなキリアにこいつはこれを3枚引けるんだろうね。謎だわ。マジ謎っていうか、今までまあ確かに道筋入ってる時点でそうだとは思ったんだけど、龍巫女置けなかったのね。いや、むしろ龍巫女入ってないのかな。もう何なんだろうな、この感じ。もう何かわけわからんって感じだね。ああ、もう、あとゴールデンプロテクション何やれ。もう、そうか、先に出すのね。まあなんかめんどくさいな、このゲーム。もうゲフンゲフン。なんかね、やりづらいんだよな、システムがさ。なんだろうな。そのさ、いちいちカード単位で違うのがめんどくせえわ。先に、だからまあ書いてあるテキスト通りなんだろうけどね。先に1体出す、その後秘術なんだよね、これはね。あー、でも基本そうなのか、これ。ファンファーレですね。そういう考え方なのか。なんかしっくりこねんだよな。でも先にテキスト解決した後に秘術なのって話か。土の秘術っていうので、まずあれがバーンってぶっ壊れるっていう処理が入るってことだよね。だからガーデンゴヤも出した後に土の秘術バーンってぶっ壊れるっていう流れになるということなんでしょうけどね。だからファンファーレがあるならファンファーレ効果、あ、でも関係ないか、どっちみちか。これはこの流れだからな。っていうことだよ。なのだよ。はい、というわけで、まあ、やばいな。今やらん方がいいかな。なんか違う、なんかこうあるんだよね。なんかカードゲームってね。こう、なんか今じゃないみたいな感じのね。なんかあるんだよ。マッチングとか、まあ、運的な話よりどっちかでも、私が自分がぬるいっていうのが、まあ問題なんだけど。まあ、確かにね、ぬるい時はぬるい。いやー、でもな、脳が寝てるとか、まあ、あるっちゃあるかもしれないけど。どうだろう。いやー、ひどいなー。しかし、ひどいなー。バック購入もでもできないしな、まだ。あー、なんか息抜きするか、一回。ちょっとなんかひどい。あー、そっか、チケットあんのか。ちょっと回そうかな、次。ガチャパートやってもいいな。ちょっと気分転換にガチャパート一回挟みますかね。いやー、負けすぎでしょ。あ、違う、ここじゃない。リプレイ。5連敗くらいした今。いやー、5連敗は負けすぎだな、ちょっと。ダメでしょ。で、勝つチャンスあったのにな。ここは勝つチャンスあったな、このドラゴン。
あー、今4連敗か。4連敗はちょっと負けすぎだな、イカラの玉。頑張っていきましょう。お疲れ様でした。